はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の除法の性質丸1をお送りします。で、ここからねタイトル変わって除法、まあ、割り算ですねの性質やっていきます。まあ、これもシリーズで3本ぐらいやっていくつもりなんですけど、で、今回は大きな問題が1問、そこにね小問が4つありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっとわからないのがあれば、今からね自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。押していきましょう。で、まず今回 A と B2 つの文字が出てきます。で、両方整数です。で、 A は7で割ると2余るんです。で、 B は7で割ると5余る。で、この時にその次の数 3A プラス B とか A プラス B、 これを7で割った時の余りを求めようっていう問題で、これはですね、まずまあ A と B それぞれね文字を使って置いていくんですけど、小学校でやった知識を使います。で、小学校の時は割る数とか割られる数って言い方をしましたけど、今回例えば A を7で割ると2余ります。で、これ小がないんだよね、割り算の答えが。なので今回 S と T の自分文字を使っていくんですけど、こっち小が S だと思ってください。つまりA を7で割ると小が S で2余ると思って、その時どう置けるかっていうと、 A イコール 7S プラス2と置くことができます。で、これはさっき言った小学校やった時の話なんですけど、割られる数、今回 A が割られてるからね、割られる数っていうのは割る数かける小プラス余りです。で、今回は一応ね、教科書とかでもそういうの出てくるんですけど、文字を使って。言ってることは同じなので。小学校の人ね。で、まずこうやって置けると。で、B の方は、じゃあ、小を T と置くと、7で割ると、T がね、小で5余るので、B イコール 7T プラス5と。こういう風に置くことができます。で、これさえ置いてしまえば、あとはもう計算だけです。で、どうやっていくかっていうと、まず1番。3A プラス B、 これはもう A と B のとこにこれ代入してください。で、一応ね3で配って入れると 21S プラス6プラス 7T プラス5です。で、自分はですね、まずここ足すと11だよね。で、7でくくります。で、なぜかっていうと、今回7で割った時の余りを調べたいので、くくれるだけくくってください。例えばここだったら7括弧 21S、 7をね、前に出すと 3S が残ります。で、配ったらもう一回 21S に戻るんで。で、 T の方は7を取れば T だけが残る。で、後ろの部分はこれね、くくらない人もいるんですけど、自分くくっちゃう派で、プラス11ですよね。だから11を7足す4ってわけで考えると7だからこうなる、1でくくれる。ただ4がまだ残ってますよねっていう、こういう感じに自分は書き直しちゃいます。いいかな。これもちょっともう一回ね、11なんで7足す4に分けました。で、7っていうのはこうくくり出せるから、7で配ったら7が戻るからね、またで4が残るんで、括弧の外にプラス4を書くと。で、この状態まで持ってったらもう答えは余り4って分かります。1番の答えね、4で。なんで分かるかっていうと、結局これって括弧の中ややこしくなってますけど、7かけるほにゃららプラス4なんです、今。いいかな。7かけるほにゃららプラス4となってます。こいつを7で割ったら、当然こっち7で割り切れます。7かけるほにゃららだから。でも4が残ってるから、これがそのまま余りになると思ってくれればいいです。だからこう変形しちゃえばね、すぐ出せるよっていう感じ。で、あとはね、同じですもん、全部。同じようにやっていくだけ。じゃあ2番いきましょう。で、A プラス B。なので、まあ入れるだけですね、これはね。7S プラス2プラス 7T プラス5。で、これは7でくくると S プラス T。で、ここがプラス7になるんで、ぴったりくくれるんだよね、こうやって。こうなる。ってことは、全部割り切れてしまうので、余りは0になります。まあ余りないね、ここはね。といった感じ。で、3番の AB とか4番の A2 乗プラス B2 乗もよく出てきますけど、これも計算ミスしなければ落とすことはないので、同じようにやっていきましょう。
じゃあ3番。お前3がめっちゃちっちゃかった。3ね。で、AB。なので、これとこれを掛け算します。で、公式はね、全部配ってくればいいか。49st で 7s とプラス5かけると 35s で、プラス 14t のプラス10と。まあ、この辺はね、どうせ7でくくれんじゃんって分かればね、全然その無理にしなくてもいいんですけど、一応まあ全部展開して、で、もう一回7でくくり直します。で、くくると7。7st プラス5s プラス 2t。で、プラス10を7たす3って考えればいいので、7の方がくくれてプラス1。だけど、3が入りきらなかったのが余って外に出ると。で、こう変形できたから、余りは3ですね、と。これで OK。もう全部同じね。で、最後も言っちゃいましょう。一応ちょっとね、計算めんどくさいですけど、4番。4番。で、まずこっちの2乗なので、一応やろっか。はい、失礼。一応ね、A2 乗プラス B2 乗書いておこう。入るかな？これの2乗だから 49s2 乗の 28s プラス4で、こっちの2乗だからプラス 49t2 乗プラス 70t プラス25。これ右側入った？あ、 OK だね。で、7でくくるとここが 7s2 乗プラス、4s で、ちょっとこれまとめて最後29は一番最後にやるね。で、ここが 7t2 乗の 10t で、29なので、まあ7でやると28と1にすればいい。28にすれば7の倍数だからくくり出せるからさ。なので28たす1って考えればこっちを4にします。7428で戻るから。だから1だけ入らなかったんで、それは余りで外に出しましょうと。で、こうなったら、カッコの中めちゃくちゃややこしいけど、全部同じなので、結局余りはこの、プラス1。お前、ピンポンになっちゃったね。失礼しました。ごめんなさい。あしという感じです。では、最後にちょっとピンポン入っちゃいましたけど、今回はね、高校数学、数 A の、除法の性質、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回2またね、続きますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。